つも君にも見抜かれてしまっていて、こんなのは初めてだと惑うけど、他の誰にも聞こえてない、なんだかわかんない、あいつだと胸を溶かすから、運命の糸が繰り寄せたその先に、今おとなしい夜明けが来る。Mm-hmm.